はい。どうも、柳田です、えー。今回のテーマはですね、メルカリで値下げ交渉されてイライラして怒っているあなたに、あなたにお伝えしたい内容というふうになっております、えー。僕はですね、もうメルカリでいくら値下げ交渉されようと、えー、どんなひどいね、値下げ交渉の依頼が来ようと、全然イライラしないし、怒らないタイプのスタイルで やっております <laughs>。で、ここ最近ですね、この YouTube、僕のね、チャンネルの中で、いろいろメルカリの値下げ交渉に関するね、やり取りをしてきましたよ。ね。値下げ交渉してくるやつはもう全員カスだとかね、そういういろんな意見ありましたよね。値下げ交渉、まあその金額の値下げ幅によるんじゃないかとか、えー、相手の対応によるんじゃないかとか。 ね、全然僕と同じようにイライラしないよという人とかね、まあ、いろんな意見がこう錯綜する中でね、えー、ほとんどの場合はね、タニコさんと、まあいろんな意見交換をしながら、皆さんのコメントをいただきながらね、やり取りをしたんですが、えー、今回はですね、まあ僕、僕自身の考えをお伝えできればなと思うんですけれども、先ほど申し上げた通りですね、僕はもうメルカリの値下げ交渉、全くイライラしません。で、これなんで僕自身がイライラしないのかなっていうことをずっと考えてたんですよ、あの動画を撮って以来ね。 で、あの、結論に至ったわけです。一つの。で、この考え方があるから、もしかしたら僕はイライラしないんじゃないかな、っていうことが、なんとなく分かってきたので、今回ね、この内容をシェアすることによって、あなたの考え方がね、変わって、えー、アップデートされて、今起こってるあなたはね、これを聞いてね、あ、そういう考え方もあるの、ね、と。 いうことで、ちょっとね、心穏やかにね、このイライラが減るんじゃないかなと思って、よかったらね、参考にしていただければよいかなと思ってお送りしていこうと思います。まあ、考え方変わらない人もいるかもしれないんですけども、一つの考え方としてね、こういうのもあるんだなということで、頭の片隅にね、入れておいていただければなというふうに思います。で、今回ね、三つの要因があると思っていて、僕はね、頭の中で色々整理したんですよ。色々整理して、これとこれとこれがあるから、僕は、 イライラせずにね、全くもう平穏穏やかなこの感情のまんま、やり取りができているんだろうなというね、結論に至ったわけなんですが、1と2については今まで言ってきたものと、そんな変わりません。全く同じような内容なんですよ。で、今回ね、あ、こういうことなんだろうな、これが違うんだろうなと、これここの考え方があるから、僕はイライラしない。この考え方が抜けてるから、他の人はイライラしてるんじゃないかなっていう3個目のね、理由に気づいたので、ここをね、重点的にお伝えできればなというふうに思います。 よろしくお願いします。えー、で、まず、1個目なんですけれども、1個目、いつも言ってる内容になります。えー、基本的に、メルカリというものはフリマアプリであって、ね、フリマを、リアルでやってるフリーマーケットをウェブ上に落とし込んだもの、アプリに落とし込んだものなので、そもそもフリーマーケットにあった値下げの文化をそのまま実装しているのがフリマアプリ、メルカリであるということが言えるわけですね。特に C、C2C の、ね、マーケットプレイスなわけですよ。 ね、その個人、個人の売買のアプリというふうになっているので、基本的にはね、プロの方はすいませんっていうのが大前提にあるわけですね。まあそこをですね、僕たち古物商とか、まあ転売をやる人が利用させてもらって利益を出しているわけなので、まあそもそもあんまり文句言えるようなものでもないよねというのが1個目にあると。これがね、大前提にあるわけなんですね。でも、その、もう1個目のこのね、大前提があるから、そもそも僕は怒らないよというのがまず1段階にあります。ズドンって。で、 その上で2個目。2個目も、これいつも言ってるようにですね、まあ、冷静に割り切って対応した方が、結局自分にはプラスであることが多いんですね、この値下げ交渉っていうのは。いろんなパターンが来て値下げ交渉されると思うんですけれども、もう全部全てを遮断、シャットアウトするよりかは、柔軟に対応していった方が、売れ行きが良くなるし、在庫の回転率が良くなるんで、必ずね、もう上手に対応していった方がプラスになるよねと、メリットは多いよねというふうに思えるわけですよ。 え、例えばですね、いいねの数が0とかね、1しかないのにも関わらず、その商品に対して値下げ交渉が来た場合に、これをね、じゃーんって断った場合って、もう、その人がね、最後の買い手の可能性があるんですよ。この人を断ってしまうと、もう当分売れないとかね、半年売れない、1年売れないと、もうすごい塩漬け期間に入っちゃうよっていう場合があったりするんで、こう、うまくね、付き合いつつ、割り切って対応していくのが一番プラスだよねという話になります。 はい。で、まあ、値下げ幅についてなんですけれども、ね、よくですね、巷で、例えば、1万円の商品があるときに、ハったりでね、まず半額からいけと、これ昔額とも言ってた気がするんですけど、あのね、歌手の。 額とね、言ってたと思うんですけど、1万円の商品があったら、最初貼ったりでもいいから5千円からいけと。半額ぐらいの値段を指して、そこからね、ちょうどいいところを狙って、値段交渉していくんだよ、みたいなロジックが世の中にはあったりするんで、それをね、真に受けてる人がやってきてる可能性もあるんですよ。ね。これを、まあ、間に、僕たちもね、真に受けて対応しちゃうと、なんか、 その、バカとバカのやり取りみたいな <laughs>、なっちゃう可能性があるんで、ね、ちょっと言葉悪いけども、ね、意味わかんない対応になっちゃう。もう怒ってる怒ってるみたいな話になってくるんで、まあそうはならずにこっちは冷静に対応した方がいいよねと。えー、冷静にね、柔軟に受け止めた方が、まあ僕たち、えー、販売してる側にとってはプラスである場合が多いよねと。いうことで割り切ってね、対応するのが一番いいというふうに思ってるわけなんですね。これが2個目の。 ポイントで、今回ですね、僕がいろいろ考えた末に、まあ、これが一つの結論だなというふうに達した三つ目の答えがあるんですけれども、これを今お伝えしていきますね。で、僕ね、これいろいろ考えて思ったんですけど、このメルカリのね、値下げ交渉に怒ってる人っていうのは、基本的には、 ほとんどの場合がプロと呼ばれる方もしくは転売の経験が割とある方だと思うんですよ。本当に自分の不要品を売っている人にとってみれば、これ本当いらないんだから別にいくらでも売れてもいいよねと。ゴミに出すぐらいだったらもったいないから、 いくらかでもなればいいからメルカリに出品していますっていう人が結構いたりするわけですよ。なので、そもそもメルカリの値段交渉に起こっているという人に限ってはですね、割とプロが多いわけなんですよね。古物商だったり転売の経験がある。えー、仕入れてきて出品している。この商品に原価があるっていう場合が多いっていうことなんですね。だから、割と転売のプロが起こっているパターンが多いんじゃないかなっていうふうに考えられるんですよ。僕はまあそういうふうに感じたんですけど。で、その上で、 その上でね、これなんでプロの私たちがこのメルカリの値下げ交渉に対して怒ってるのかっていうことなんですが、これが、ね、大きな三つ目のポイントなんですけれども、僕たちはプロとして、で、転売をなりわいにして稼いでるという人間の目線で、この値下げ交渉をしてくる人のことを見ちゃってるもんだから、感覚のズレが絶対あると思うんですよ。 これは何を言ってるかっていうと、相場感のズレっていうことなんですね。僕たちは、このある商品が、だいたいいくらぐらいで売れるよねっていうのが、ある程度分かった上で値付けして出品してるわけなんですね。それに対して、値下げ交渉をしてくる相手が、通常の一般ユーザーだった場合に、この人は、おそらく相場のことなんて考えてないんですよ。ただ単に安い値段で欲しいというふうに考えてるわけですよ。でもこれが一般ユーザーの思考なんですよね。プロではないわけなので。 ね。で、僕たちはちゃんとね、相場を見ながらね、大体これぐらいの金額で売れてるから、この値段で出品しようとか、この金額で売れてる、その上で値下げ交渉。 来るからちょっとね上の値段で出品してみようとかって考えるわけですねプロだからちゃんと考えた上で出品してやってるんだけどもそうではなくて全く相場感のない一般のユーザーの方が値下げ交渉してくるからこれに対して腹が立ってるわけなんですよね、客観的に見るとそういう構造になってるなというふうに思うわけなんですねでその上でですよ最終的に何を言いたいかというと僕たちはプロとしてこの値下げ交渉してくる一般のユーザーの人を プロとと同じじ目線ででで見ててるんんんゃないいいいすすかっていうことが言いたいんですね僕たちはね、相場が分かってる、この商品の。ね。でも、この値下げ交渉してきてる人は、相場が分かっていないと思ってないんですよ。ある程度相場があるのに、こいつは、こんなに値下げしてきたよと。だから怒ってるっていうことだと思うんですけれども、いやいや、この人はね、全く相場がない、相場感がない人だよというふうに考えて対処した方がいいんじゃないかなと思うんですよね。同じ土俵に乗ってるみたいな。 相場感があるプロが、相場感がない素人が言ってきた値段に対してふざけるなっていうのは、ちょっと僕はね、これ違うんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。で、しかも、あのー、値下げ交渉してくる相手の人の顔って全然わかんないじゃないですか。ね。顔がわかんないから、この人の年齢層とか全然わかんないですよ。もしかしたら、10代のね、 若い子かもしれないし、70、80、90のね、年配の方かもしれないんですよ。そうなった時に全てを一色たにして、こう人物像を作り上げて、ね、同じような人間を頭の中で想像しちゃうもんだから、男性も女性も区別なく、年齢も、そう、全く区別なく、えー、国籍なんかも考えないで、全く同じ統一された人物像を、その想像しちゃって、このわけわかんない人が、 ある程度の相場があるものに対してめちゃめちゃ値下げしてきてると。だからすごい腹立つんだよねっていう風に、こっちのことをね、こっちの人物像とかを全くペルソナなんですけど、このペルソナを全く考えずに同じものとして扱って怒ってるっていう状況だと思うんですよ。でそうではなくって、ね、素人の人を相手にしてるという考え方をベースに置いとかなきゃいけないんですよ、僕たちは。プロなんだから、ね。 プロなんだから。相手もプロと思っちゃってるんですよ。プロの感覚で見ちゃってるんですよ。この、値下げ交渉してくる人。そうではなくて、もう、完全に素人の人が言ってきてると。もしかしたら、子供かもしれない。もしかしたら、すごい年配の方かもしれないね。外国人かもしれないと。様々な状況をね、こう、想定した上で対応すると。そうすると、ちょっとね、優しくなれるんじゃないかなと、僕は思うんですけど、どうでしょうか。伝わったかな、これ。 <laughs> なんで、僕自身は、そういうのね、割と備わってるんだと思うんですよ。さっき言ったこの1と2、そして今の3、ね、1、2、3、これ3つともね、僕は基本的には自分の中にあるものなので、ね、まあフリーマーアプリだし、C2C のサイト、ね、C2C のアプリ。 っていうのが前提にあるとその上で、まあ、柔軟に対応した方が自分にとってプラスだよねということ。そして3つ目、相手の人は、このね、値下げ交渉してきてるコメントをくれてる人は、相場感がない人かもしれないと。 ね。年齢も分かんないと。どういう方か分かんないと。だから、ま、丁寧に対応して、上手にやり取りして、売った方がプラスだよね、というのが備わってるということなんですね。だから、タニコみたいにですね、もう何も考えずにプンスかプンスか怒ってね。あ、もう、コメントが来るたんびにイライラしてね。もう何かしらに、もう彼はね、何かしら、世の中のね、いろんなものに不平不満を抱きながらね、怒、怒ってね、生き通りながら生きてるからね、本当に生きづらいと思うんですよね。 しかも、それをなんか仕事にしてるわけで、僕たちは。だから、まあ、イライラし,しながらさ、怒りながら働くの嫌じゃん。ね、楽しく、ね、楽に行きたいですよね、うん。もうずっと続ける可能性が高いわけだし、うまくいってる人は特にね。ね。だからその、怒らずに、体にも悪いしね。<laughs> ということで、まあ僕はこの1,2,3、特にね、この今まで気づいて、気づかなかったこの3のポイント、これについてね、ちょっとね、あなたも考えてもらえればどうかなというふうに今回思ったという、そういう内容でした。どうですかどうですか全く考えたことなかったんじゃないですかわかんないけど。結構言語化してみるとねあ、僕自身も今まであんまり意識してこなかったけど、言語化するとそういうことなのかなというふうに思うわけです。 コメントくくれる相手が全く全員同じの、ね、あのー、コナン、コナンで言うさ、あの黒い犯人のあれあるじゃん。ね、ああいう感じでさ、全員もう同じ人みたいな感じ感じで見ちゃってるんじゃないかなということです。あと、まあ、優しさを持ってね、僕も自分はプロなんだというね、そのプライドと誇りを持った上で、あ、あなたは素人なのねと、相場感がないのねと。だから、相場1万円のものに対してね、何にもわからずに、ただただ欲しいから3000円って言ってるんだね。 でもごめんね。これはね、相場で1万円ぐらいあるんだよと。黙っといてもね、9000、8000だったら売れるんだよ。だからね、それじゃ売れないんだよ。ごめんねっていう感じで、普通にね、丁寧に返せばいいんじゃないかなっていうふうに思います。ね、僕たちが小学生怒るときにさ、怒鳴ってばーって言うのもさ、変じゃないですか。ま、そんな感じですよ。同じ土俵に乗らないと。 ね、大人の対応するのが僕は正しいんじゃないかなというふうに思って、今回のね、メルカリの値下げ交渉をカスロンに、えー、終止符を打ちたいなというふうに思います。<laughs> まあ、これでね、あなたの考え方が変わるかどうかわかりませんよ。まあ、でもね、いつか分かってもらえたら嬉しいですね。ちょっと何かしら頭のね、こう、片隅に入れといてもらって、あ,あ、そんなこと言ってたなと思う。<laughs> いつか何かしらの気づきになれば、これ、幸いでございます。はい。ということで、 今回は以上にしたいと思います。この内容がいいねと思った方は、いいねと思ったんだから、いいねボタンを押して、今回は消してください。はい。ということで、次回の動画もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。心穏やかにいきましょう。ね。ニコニコしながらね。